はい、皆さんこんにちは。今日紹介するミニカーはこちら、ミニ GT マクラーレンセナを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはミニ GT のマクラーレンセナです。ボディカラーはビクトリーグレーだね。で、フロントから見ていくとこんな感じだね。ヘッドライトの部分はクリアの樹脂パーツになってます。で、この部分にマクラーレンのエンブレムがプリントされてるね。ヘッドライトからグリルにかけての部分がすごく彫りが深くてかっこいいね。で、ボンネットの部分はこんな感じだね。このエアフローの部分もすごく彫りが深くてかっこいいね。この部分はマットな質感のガンメタになってるね。で、ルーフ部分はこんな感じだね。フロントガラスからリアにかけてずっとクリアパーツで作られてます。で、助手席側はこんな感じだね。マクラーレンセナ特有のこの複雑なボディラインをすごく忠実に再現してるね。ドアミラーもついてます。で、後ろの方を見るとこんな感じだね。マフラーの部分もシルバーで塗装がされてるね。で、ディフューザーの部分とかもしっかり作られてます。で、運転席側はこんな感じだね。助手席側とデザインは同じになってます。で、リアウィングの部分もしっかり作られてるね。かっこいいね。で、上から見るとこんな感じだね。リアのエンジンの部分も再現されてるね。で、タイヤの方は特にサスペンションはついてないです。ホイールのこのスポーツタイプもかっこいいね。このタイヤのサイズ感もすごくいい感じだね。フェンダーとタイヤの隙間もすごく詰まっててスポーツカーらしいよね。で、タイヤの部分はトレッドパターンが刻まれてるね。ラバー素材になってます。で、裏の方はミニ GT マクラーレンセナってプリントがされてます。シャーシ自体もダイキャストになってて結構重量感あるね。やっぱりマクラーレンセナのフォルムはすごくかっこいいね。ぐるっと一周見てみます。助手席側から後ろにかけてのこのラインもかっこいいね。で、右ハンドル仕様なのでこちら側がステアリングがついてるね。よくこんなに複雑な形が再現できてるよね。で、内装の方を見てみようかな。こんな感じだね。今回は右ハンドルの仕様です。で、もう一つ左ハンドルのタイプもあるね。こっち側からは少し見づらいけど、この下の部分もクリアパーツになってます。で、後ろの部分の少し見づらいけど、ここの部分のエンジンも少し見えるね。樹脂パーツで再現されてるね。で、上のこの部分は全部樹脂パーツだね。いい感じで作られてます。はい、こんな感じでミニ GT シリーズを2台並べてみました。こちら側がリバティウォークの GTR だね。以前紹介したのでリンクは上に貼っておきます。こんな感じでミニ GT シリーズってすごく作りが細かくてかっこいいね。で、今回のマクラーレンセナはたくさんのプリントはないけど、ボディの複雑なボディラインがしっかり再現されてます。コレクションにはぴったりだね。箱の方はこんな感じだね。正面のパッケージにマクラーレンセナのイラストがあって、ここにミニ GT ってプリントされてます。で、側面はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はミニ GT のマクラーレンセナビクトリーグレーの右ハンドルタイプを紹介しました。マクラーレンセナ特有のすごく複雑なボディラインが再現されててすごく良かったね。
で、このマクラーレンセナもスケールは64分の1で作られてます。タイヤのサスペンションとかドアの開閉のギミックはついてないけど、おすすめの1台だと思います。で、価格の方は少し高くて1台1500円だね。トミカプレミアムよりも高い価格だけど、トミカファンにもおすすめだね。で、オークションとかだと少しプレミアついた価格になってるので、購入される際は気をつけてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。